どうも、サンドイッチマン伊達です。富澤です。始まりました、サンドイッチマンラジオやらせろでございます。始まった。この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp。メールアットマーク fm797.co.jp でございます。たくさんのメールお待ちしております。お願いします。まあ先週僕がね、入院した手術をして、まあ膀胱がんステージ1でしたというお話を長々とね、させてもらいましたけど、それに関して結構メールが来てるんですよ。ちょっとこれ行きたいと思います。はい、やちまるさん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。サンドウィッチマンさん、こんにちは。こんにちは。これ読まれたら2回目になります。最近は YouTube の方で聞いております。伊達さん、膀胱がんの手術お疲れ様でした。うん、そして生きててくれてありがとうございます、うん。以前ラジオで血尿が出たお話をされてから、その後の話をされないので心配しておりました。うん、これを機に、富澤さんと2人で真面目に禁煙してみませんか。うん、私はサンドウィッチマンさんより一つ年下ですが、20年間毎日30本ほど吸っていたタバコを3年前に完全にやめました。きっかけは体調を崩し、病院で血液検査をした結果が悪く、医者に禁煙をするように言われたからです。禁煙外来はしてません。ニコチンパッチやニコチンガムも試してません。もう気合です、うん。徐々に減らすのではなく、決意したその日にやめました。うん、禁煙パイプとミント系のガムで2日間クリアしましたが、うん、3日目からはとにかく煙を吐きたい衝動が出て、いろいろ調べて、ニコチンタールなしで味がついている液体を煙にして大量に吐けるベイプ。ああ、僕が一時吸ってたやつ。そう、吸ってたね、うん、というものに出会いました、うん。詳しくはネットや YouTube で調べてください。僕はこれで禁煙できました。うん、そのベイプも1年間で卒業して、今は何もなくてもタバコを吸いたい気持ちは一切なく、ストレスもなく生活できております。うん、よく日常のストレスが原因でタバコを吸っているという人がいますが、実はタバコを吸ってから時間が経ってニコチンが切れてイライラしてタバコを吸っているというのが、タバコがストレスの原因になっている人が多いと思います。うん、僕はタバコをやめてそういうイライラがなくなりました。うん、そして朝起きてすぐお年寄りみたいな咳が出ていましたが、うん、一切出なくなりました。俺これ一回も出たことないんだよな、俺。ずっと捨てたけど。意味不明に、うえってえずくのもなくなりました、うん。ラーメンなど温かい麺類をすすった時に、うわっと乗せてたのもなくなりました。なりますね。階段の上り下りですぐ息が上がってたのに楽になりました。禁煙してたら食べ物が美味しくなるというのは実感はできませんでしたが、うん、口が寂しくなり何か食べてしまうのはわかる気がしましたが、うん、太りたくないのでガムやブラックコーヒーで、ボボ防御して太らずに頑張れております、うん。病院の検査では高めの血圧が正常値になりました。肝臓の数値、腎臓の数値が正常になりました。悪玉コレステロールの数値が正常になりました。うん、かなり健康になったと思います、うん。そして禁煙してから嗅覚、鼻ですね。うん、嗅覚が研ぎ澄まされたというのが研ぎ澄まされたというか、戻ったのか、匂いにとても敏感になり、タバコの煙や残り香が臭くて耐えきれなくなりました。うん、喫煙したばかりの人、喫煙者の車、喫煙席の近く、うん、喫煙できるカラオケボックス、喫煙できる喫茶店、うん、ホテルの喫煙室、喫煙所の近くなど、よく今までこんな臭い煙を好んで吸っていたのかと驚きます。今は森の中のような澄んだ綺麗な空気の中で生活したいです。うん、空気清浄機は必須です。長くなりましたが、サンドウィッチマンさんには元気に長生きしてほしいので、年齢的にも健康にも気をつけてほしいので、お二人で禁煙して卒園してほしいです、うん。どうぞ前向きに考えてください。お願いします。うん、っていうね、ことです。タバコ。これはだから、まあ僕は一週間、およそ一週間入院してて、うん、まあもちろんその間、タバコ吸えずにね。病院ですからね。うん。で、まあ、入院する、今日、今から入院かっていう時にもう、一本、根元まで吸って、まあ、こっから一週間吸えないって分かってたから、うん。そしてね、どんだけタバコ吸いたくなるんだろうなって思ってたんだけど、もう、それはもう、30年以上吸ってるからね。うん、30年以上って言うとあれか。
およそ30日間、30日間で吸ってるから、一週間タバコ吸わない期間なんかなかったわけ。うん、で、どんだけもう、イラ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 すんのかなと思ったのに、なんとなく普通に、吸わずにいけた、うん、まあ、そんなに、そこまでイライラっていうのもね、うん、ないですけど。やめようと思ったら、俺やめれんだなと思って。うん。うん、ただ、大変質吸ったけどね。それは吸うんでしょうけどね。うん、もう別に、だからそこはもう本人次第ですから。うん。俺はもうやめろとも言いませんし、うん、自分もやめたくなったらやめますし、まあね、うん、でもお前だったらどう、そのタバコ、まあ膀胱がんってタバコってすげえ言われて、うん、ネットにも書いてあるのよ、うん、タバコが主な原因です、うん、でその経験者の方も絶対やめた方がいいですよ、うん、タバコ吸ってる限り再発しますよ、うん、お前同じ状況だったらどうする、本当に再発するかそれまで吸ってみる、いや、結局、うん、別に、それこそそのベイプだったり、うん、っていうものもあるわけじゃないですか。うん、タール、ニコチン。ゼロ。うん、入ってないもの、うん。それしか持ってなきゃそれでいけんですよ。うん、正直、うん。だから別に、そこまであれだったら買えるかなっていうのがあるけど。あ、そう。うん。ベイプ、ちょっとベイプ試してみようかな。今、なんかいろいろ出てて、うん、そのビタポンとか、ビタポン、ビタミン、うん、でまあ煙っぽいのがこう出るやつもあるし、うん、タバコを持ってなきゃ、うん、別に吸わなきゃ吸わないでそれでいけるんですよ。あ、そう、うん、さあいろいろね心配してメールも来てますんでね、はい、初めまして、うん、青嵐と申します。どうも。いつも YouTube で聞いてます、はい、今日伊達さんが膀胱がんの手術を受けたというニュースを見てギョッとしました、はい、早期発見だったということで本当に良かったです、うん、うちの犬も去年血尿して病院に行きましたが、うん、幸い膀胱炎だったようで服薬で済みました、うん、服薬病院に行く前にインターネットで調べると血尿は膀胱炎であることが多いことが分かり、膀胱がんだろうね、うん、ドキドキしながら病院に行きました。ちなみに犬はドーベルマンです。すげえ。早めに病院に行くのは大事ですよね、健康に気をつけてこれからも頑張ってください。ドーベルマンかっけえな、うん、トンチュママさん、どうも。いつもなら投稿前にパソコンで何度も遂行するんですが、うん、今日は直接メールを書いています。はい、伊達さん入院をして手術されたとのことネットニュースで知り、伊達さんのブログに飛びました、うん、早期発見で本当に良かったです。このラジオでも血尿のことをおっしゃってましたよね。ブログにも書かれていましたが、ラジオでは検査でもよくわからなかったというお話までされていたように思います、うん、ところでブログのお写真、病室なのにという言い方は大変失礼かもしれませんが、うん、完食された後の器たちの前でこんなにも絵になる方は見たことがありますか。やっぱり元気に完食がお似合いだなと思いますが、はい、食に関して違う意味で無理をしてセーブして、うん、お体を大事になさってください、はい、うん、そうだね。なんか病院のご飯もさ一生懸命作ってくれてるから、うん、食べないとなって思って、うん、全部食べましたけどね、うんうん、ふりかけ買ってきたからコンビニから、うん、ふりかけ、うん、味がほらおかずそんなに塩分がないから、うん、ご飯進まなくて、うん、下からふりかけ買ってきて、うん、ふりかけ1個全部なくなりました。ダメな人だよ、本当に。はるかさん、はい。退院おめでとうございます。ありがとうございます。ステージ1で発見できて、切除できて本当に良かったです、うん。忙しい中、きちんと病院に行ってくださり、本当にありがとうございます。ブログや事務所のホームページでの報告ありがとうございました。うん、富澤さん、さぞ心配だったと思います。大変な中、お仕事、お疲れ様でした、うん。お二人とも無理せずご自愛ください。大好きなサンドイッチマンのことをこれからも応援してます。はあ、ありがとうございます。なんかさ、俺、こんなにいっぱい報道されると思わなかったの、正直。金曜日だったし。うん、もう、でも、だから、よくね、周りに言われますけど、もう国民的なんですかって言われるじゃないですか。言われるけど、そんな実感ないじゃん、別に。うん、俺、本当に、こんなに、ブログも1000件以上コメント入ってて。うん、そんなことないと思ってた、うん、あ、よかったですねって、知る人と知るみたいな感じで終わんのかなと思ってたの、うん、
さっきいきなりメールも来るし、うん、テレビでいっぱい報道されるし、スポーツ新聞なんかにも、でーんって載ってさ、うん、俺死んだらだからこれぐらい報道されるのかなってちょっと思ったね。いや、されるでしょ。ね、ちょびっくりした。なんかそう、なんでもないブログとかももう記事になるじゃないですか、うん、さんの場合。俺の飲んのかわかんないけど。俺が一生懸命書いたものなんか全然記事に足りないのに。なんだよって。そうか、更新そんなしないからでしょ。それもあるんでしょう、うん、でもだから世間の関心っていうのは、脱サラに対して、うん、やっぱ大きいんじゃないですか、それ思ってる以上に。ちょっとびっくりした。うん、本当に。なんかその、河北新報が載ってた。いや、それこそ地元の新聞なんか載るでしょ。うちの親は写真撮って送ってほしい。ほんと、河北新報にも出てたよ。だから、吉永さゆりみたいになってるわけです。いや、なってね。なってないでしょ。だって、河北新報なんて、その、芸能のことなんかそれ載せないよ。もう、だから、それぐらい、新聞でもないぐらいになってるわけですよ。まあ、ちっちゃかったけどね、記事は。うん、でもなんか、死んだらこういう風に載るんだなって、ちょっと、思ったな。それこそわかんないですけどね、志村さんみたいになんか、うん、亡くなったらそういう今までの番組とか出してくれるかもしれない。いや、それはどうだろうな。あそこ、偉大すぎるし。伊達ちゃんマンがこう、伊達ちゃんマン流れる可能性もありますし、ただいまコント中の振り分けさんとかも流れる可能性もありますし、ね、いかに今のうちにふざけとくかですけど、ね。いや、本当だね。つばめ系男子さん。どうも。プロフェッショナルを見た感想を書こうとしたんですが、膀胱がんの手術を無事終えた記事を見て驚きと同時にほっとしています。はい、痛みのない血尿はやばいなと思っていたんですが、早期発見で本当に良かったです、はい。ブログにある病院で撮影された写真、はい、伊達さんがほんのり痩せてるのがちょっと心配です。痩せてねえだろ、別に。全然痩せないんだ。俺1週間入院したらさ、うん、5キロぐらい痩せるかなと思ったんだけど。俺もそう思ったんだ。2キロ太ったんです。コンビニでお前ふりかけ買ってっから。そうそうそう。私の母も子宮がんから子宮を全摘出して16年が経ちますが、うん、生きてますので定期検診を怠らなければ大丈夫だと勝手に思っています、はい、病院ってメロン出してくれるところもあるんですね、うん、緊急事態宣言とは別で多賀城のライブツアー来てくださるのか気になっています。無理はしないでください。うん、ね、仙台はちょっと延期になっちまいましょう、ね、そうなんだね、電力のね、うん、2日間残念ですよ。名前がない方ですかね。仙台がちょっと増えてきてるからね。そうですね。不安ですね。プロフェッショナル拝見しました、うん、サンドさんに辛い時期があったなんて知りませんでした。そんなの下乳みんなありますよ、だいたいね、うん、お二人の気持ちを考えたら涙が出ました、うん、そしてその後の M1 の優勝シーンを見て感動して泣いてしまいました、うん、あの時に諦めていたら今私がサンドさんに楽しませていただくこともできませんでした、うん、努力が報われないと思いがちですが諦めないことは大事なんだとお二人の生き方で教えてもらいました。ありがとうございました、うん、忙しいと思いますが無理のないようお体に気をつけてこれからもずっと楽しませてください、はい。まあ、諦めないことも大事ですけど諦めることも大事ですけど、ね、諦めることの方が大事かもね。しんじさん、はい、プロフェッショナル見ました。自分は栃木県に住んでいて被害を受けなかったんですが、うん、311で宮城県をはじめ東北に住んでいる方は想像を絶する体験をしたことを改めて感じました、うん、放送を見てサンドさんの東北愛を強く感じました。涙が止まらなかったです。これからも東北の方をはじめみんなに笑顔を届けてください。よろしくお願いします。ありがたいですね、うん、嬉しいですね。プロフェッショナルも見てくださった方が、ね、すごく視聴率も良かったみたいで喜んでましたよ、ね、NHK さんもね、まだ大丈夫、大丈夫。ヨーコ46さん、どうも、プロフェッショナル見ました。ありがとうございます。半年間がだいぶ濃縮された内容で欲を言えばもうちょっと見たかったです、うん、トミー知らなくてよかった。さすが伊達ちゃん、トミーのことを一番と言っていいほど理解してますね、はい、お二人が出会われたことにファンとしては感謝の気持ちでいっぱいいっぱいです、うん、私の性格がトミーと少し似ているところを感じました。うまく表現できませんがメンタル的なところです、うん、東北人は関西人のメンタルの強さを学んだ方が良いのではと最近思ったりしています、うん、トミーのそばに伊達ちゃんというキラキラ輝く太陽がいて正直羨ましいです。話は変わりますが、うん、私は去年1年間禁煙をしていました、禁煙外来に行き薬でやめることができました。ですがサンドが好きなのでよくネットで画像検索をするんですが、うん、お二人が喫煙している画像を見てしまい、うん、なぜか猛烈に吸いたくなり吸っちまいました。
それから数回禁煙を繰り返していますが、未だにやめることができません。お願いがあります。嫁または恋人に言うように、陽子、俺はタバコを吸う女は嫌いだ。禁煙しろと言っていただけませんでしょうか。やめれたらまたご報告差し上げます。だって。ちょっとじゃあ、陽子、俺はタバコを吸う女は嫌いだ。禁煙しろ。おい、陽子。俺はね、タバコ吸う女が嫌いなんだよ。一番。禁煙してくれよ。頼むよ。タバコ吸ってる奴が言ってますけどね。加えタバコで言ってる。これでぜひね、記念してほしいなと思います。はい。一曲入れますか？一曲、いきましょう。サンドウィッチマン。ラジオやらせろ。はい。はい。まだプロフェッショナルしてます。プロフェッショナルね。うん。うん、プルさん、はい、ブルさんかな、ブルさん。プルさんか、ブルさん。うん、自分は高校生なんですが、サンドウィッチマンが大好きで大好きでたまりません。ありがとうございます。お二人が出演している番組は欠かさず見ています。うん、プロフェッショナルとにかく終始最高だったんですが、はい、特に伊達さんが真面目に話している時に富澤さんが後ろで動く椅子に座ってはしゃいでるシーンがめちゃめちゃ良かったです。あの番組を見て、やっぱりサンドウィッチマンってすごいんだなと再確認しました。ますますお二人が好きになりました。ちなみに男子高校生ですが好きってそっちじゃないですからね。分かってる。最後になりましたが体に気をつけてこれからもコンビ2人で頑張ってくださいと。うん。あ、椅子乗ってるやつあったな。うん、あれ違うよ。あの、だから双葉未来学園だよな、あれ高校の。そうですね。あれ俺、教頭先生と話してんね、あれ。うん。で、やっぱすげえ真面目な話をしていたんだよ。うん。いろんな高校を合併して、うん、今こんな、やってんですみたいな。まあだからお風呂をいただきますの。そう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 。収録の合間とか。あれはそうだね。とこだよね。うん。うん、そんなのにこいつ、なんか椅子で、キャスターでさ、ふざけてんなと思って。教頭先生に申し訳ない。すげえ、いい椅子でさ、立つわ。どこまでも行けんのよ、あの椅子。大変だったんですっていうご苦労なお話をしてる間にずっとこいつが椅子で遊んでるから柱でぐるぐる回って何やってんだよこいつと思って止まんなくなってガンッと使ってさ伝わったら前略そんな母のことを初めて可愛いと思いましたさ。はい。プロフェッショナル拝見しました。はい。放送前から録画予約を何度も確認しました。撮れててよかった。俺撮れてなかったんだよな。そうなの？うん。密着スタートした当初の富澤さんに逃げられた。カメラに近づいてきた。うん、初めて話を振ってきた。と、NHK さんが慎重に距離を詰める感じが、警戒心の強い動物に近づくドキュメンタリーのようで大変ツボにはまってしまいました。うん、伊達さんの人たらしぶりとの交代賞がとても素晴らしい組み合わせなのだと再確認し、目頭が熱くなる場面もとても多かったです。いつまでもお二人が揃ってこの活躍を楽しみにさせていただいて、いつまでもお二人が揃っての活躍を楽しみにさせていただきたいです。うん、応援しています。ありがとうございます。うん、人たらしいい言葉ですよ、人たらしい。うん、ね、なんか、なんか、なんでしょう、なんかいいこと言わなきゃみたいな、ちょっと心理にはなるよね。うん、あれやられてるね。うん。でもね、どこ使うかわかんないしな。ね、ずっと見てるから。だから、あの本番のオンエアで俺らも見るからね、初めて。うん。事前にね、どこどうとかわかんない。全くわかんないからな。感動、感動、感動にすんのやめてね、つって言ったんだよ。うん。うん、めっちゃ、いろんなね、スタッフさん動画にもインタビュー、撮ってますけど、そうそうそう、使われてなかったんで、で、僕ら的にはみんながどんなこと言ってるのかなっていうのを聞きたかったですけどね。うん、あの羽賀先輩とかね。うん。羽賀先輩から連絡来ないからちょっともうすぐブチ切れてる可能性が。いや、僕連絡しましたよ、すいません。あ、本当ですか。うん、でもやっぱり事前にディレクターさんがみんなに連絡してるみたいで、うん、まあまあ連絡来たよ。あ、本当。うん。だから使わなかった人とかも全部。連絡入れてるみたい。ああ、さすがだね、それ。それはね。すごいね。うん。へえ、だって、のりうどんも映ってなかったでしょ。ああ、そうだね。そうか。だから、ほら、口笛鳴る王のやらかしたシーンとか、もう削られてましたけど、うん、それは、ツイッター？ツイッターに上がってました。ツイッター動画の告知みたいな方で使ってくれてたんで、ね。面白かった、よかった。ああ。そんな感じですね。なるほど。うん。
ということで、以上ですね。そうですね。まあ、ね、メールはまだあるんですか、また。うん、また、やりましょう。やりたいなと思いますね。ね、聖火リレーも始まりまして。聖火リレー始まりました、ね。有事工事走ってたね。まあ、栃木ですからね。うん、それ走るでしょう。うん。うん、まあ、いろいろありますけど、賛否が。ね。うん、だから、さ、石原さとみちゃんが言ってたようにね。うん、まあ、いろんな意見あるし、全部正解だと思うというのは、うん、素晴らしいこと言うな。すごいよね、さとみちゃんは、ね。本当になんか。熱量がね。言葉の、なんだろう。あの時に発する言葉がすごくその重要で、フィーチャーされるっていうのは分かってるから、うん、もう前の日からだって、明日何言うんですかって言われて。さとみちゃんに、うん。前日リハみたいなのあったじゃん。うん、俺、コメントするさえ、ことさえも、知らなくて。なんで台本とか読まない。いや、だって別に何もしないと思ってたから。いや、もらって書いてあるぞ、一言。見てなかったのよ、一回。見ろよ。してなんか一人20秒ずつ喋るみたいな。え、何それっつって。で、え、いやいや、まあ適当に喋るかなと思った。ねえ。そしたら、順番が俺らが一番最初だと。で、俺が20秒、富澤20秒って。いや、それ分けられると、逆にあれだから、うん、サンドイッチマンで、30秒でいいよ、って、うん。それは言ってさ、うん、え、何言うんですかって言われて。うん、もう、さとみちゃんはもうそのコメントだけのために、1年間いろいろ調査して、うん、取材して、うん、聖火ランナーの人に話を聞いて。直前もね、すごい緊張してる、ね。そう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 。いや、もうそれぐらいのね、気持ちでやればもっと良かったんだろうけど。うん、でも、まあ、わかんないじゃん。わかんない。何言ったらいいかも。小池さんともね、喋りました。うん。小池さんには言われてたね。お前、あの、ランタンのね、去年か。ランタンの。そう。火消えたとか言わないでよ、つって、うん。一番笑ってたじゃないですか。うん、笑うしかないじゃないの。小池さんね。かわいいよね。いや、だから、ね、ああいうとこのも多分、芸人いないとなかなかね、うん。そう。大変だろうなっていう。そう。なんか誰かが、あ、これ失言、ちょっとこう、良くないことかなって言ったらさ、突っ込めばいいわけじゃん、うん、芸人が。そこでね、うん、消せるじゃないですか。そう。いやいや、ダメでしょ、それとか言っちゃえば、うん、ボケになるわけだから。うん、まあ、難しいよね。みんなね、真面目にやってるとこですから。うん、そう、うん。だから、今日森さんいないんですかってね、富澤が言ったけど、あれが一般の、要するに、人とかだと、うん、議員さんとか、うん、だったらもうものすごく叩かれるわけでしょ。なんかいろいろあるんでしょう、ね、うん、もしかしたら、うん。そういうので許されるんじゃない。そうそうそう、まだね。我々は、ね、うん。許されてるかどうかわからないけど。中にはね、いろいろ言う人がいるでしょうけども、うん、それはその、全員が納得するなんて無理ですからね。そうよ。うん、ね、金メダル取るために頑張ってるわけですから、応援しましょう。予選的なのやってんの今。もう随分前に決まってんだよ。決まってれば。うん。だって去年だったからね、本当オリンピックね。まあね。うん。もう日本代表も決まってるわけで。うん、そうですね。そう、まあ。我々はね、我々の与えられたことをやるだけなんで。そうそうそう。うん、まあ頑張って応援しましょう、今度はね。そうですね。ということでございます。また来週で。さよなら。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやらせー。